はい、こんにちは。沖縄パパでさいみーちゃんでしゅね。かわいいですね。きょうきょう。きょうー。<laughs> もう、もう、もう慣れてしまいましたね、お尻も。はい。今まで嫌がってたのが慣れちゃったんですね、この子は。ねーはい。まあ、そんなこんなでね。はい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 。にゃっと。ねはい。えー、皆さん、こんにちは。あのですね。 えー、キューバですね。キューバで、えー、3期目の、お石油タンクがね、どうやらダメになっちゃったみたいです。はい。えー、もうね、向こう側やるつもりです。はい。えー、キューバはね、確かね、チーム和水の方だと思ったんですけど、まあ、アメちゃんに近いですからね。位置的に。はい。えー、一応ね、 えー、この、あのー、火災の原因ですね。えー、旧の場のね、えー、石油タンクの火災の原因。えー、一応、落雷っていう風に言われてます。3機、全部ダメみたいですね、どうやら。はい。えー、落雷って言われてるんですけど、落雷で、落雷ぐらいで、石油タンクってボーンっていきますかね。 よっぽどの落雷がないと、ありえないと思いますよ。もしね、そういうことがあるんだったら、平井心ぐらいつけるでしょう。こんなこと今までありませんでしたよね。はい。なんかね、こう、匂いがしますよね。えぇ、ー、意的な。 まあ、そういうことでございます。はい。えー、向こうはやる気満々でございます。はい。まあ、チームは水もね、えー、ちょっと怪しいところが出てきてしまいましたけど、はい。えー、例のね、あれですね、あれ。はい。あれをね、えー、食べない人を非難しているとかしてないとかっていう、えー、お話が今のところ上がってきていますからね。まあ、 どうなんでしょうかっていうことですね。ここら辺も。はい。えー、まあね。まあ、そういうことでございます。はい。なんというのかね。本当に、あのー、やるつもりまんまです。はい。えー、ぬっぽもね。あの、石油タンクとかね。えー、ターミナルとかね、えー。そういうものを貯めておく場所ですね。 はい。えー、気をつけた方がいいですね、これは。はい。あのー、なんて言うのかな。ね。え <laughs> 言わんとしていることはわかりますよね。はい。えー、まあ、ね、えー、気をつけないと。はい。エネルギーのキッキーがね、 え、怒ってきますんで、それでなくてもね、えー、多分ね、あの、輸入で値段が上がるんで、えー、かなりキッキーに近づくとは思うんですけどね、これでね、爆発とかね、そんなのがあったらもう大変でございます。はい。まあ、石油タンク周辺ですね。その辺の住民さんたちは、まあ、気をつけないといけないかもしれませんね。なんかの時にね、こう、ちょっとね、危ないですからね。 これキューバだけじゃないんですよね。アベーの国でもね、なんか起きちゃってるんですよね、こういうことがね。西の側ではね、西の側、はい。えー、まあ、本当にね、どうにかしないとね、これは、ああ、まずいんじゃないかなと思っております。はい。えー、まあそういうことですね。これちょっとね、貼っておきますので、 皆さん見に行ってください。とりあえずね、なんていうのかね、燃料の方もね、いろいろこれからね、考えないといけないと思います。私はね、もう来月と再来月ね、ちょっとお金貯めて、いろいろちょっともう、もうそろそろね、備蓄も完了するんで、それをちょっと一回取りやめて、来月はね、来月、再来月とお、お金を貯めて、あの、例のね、 えー、蓄電器とね、えー、まあ、蓄電、蓄電するやつとね、はい。あと、例のね、パネルですね、のセットをね、えー、買おうかなって思ってます。はい。まあ、そんなこんなでございます。なんかね、いろいろありますんで、はい。えー、まあ、大変です。はい。そういうことでございます。はい。それでは皆さん、 ありがとうございました。はい、ええー、この辺でこの配信は終わりたいと思います。はい、みーちゃん、みーちゃん、絶対こっち向いてくれないのに、ね、あなたね、はい、にゃ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 ねねねねね、はい、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、<laughs> 耳だけ向いてます。はい。